うえ、油が気持ち悪い。食いすぎた。共食いしちゃったよ。これなんかドーナツみたいな。あれすげえ量食ったよ。あれ 400g ぐらいあったんちゃう。イボまあ普通だけどね。いやさっき2本つったけどやっぱ1本にしてつったから。え、巻いてよ。うわ、うまかった。ニュイちゃん切ってくれるって言ったのに全然切ってくれなかったよね。あれドーナツ、あ、ポッケに入ってた。切らなきゃっつか、勝手に切れるんでしょ、電波悪いから。俺関係ねえだろうが、 4G で配信してんだから。何が電波妨害だよ。アホかお前ら、何もしてねえだろうが。舐めてんのかお前ら、ほんと。おい、これもちもちドーナツ100円、おいしそう。うわ、うまい。もちもち揚げパン、甘い。砂糖がいっぱいかかってる。おいしい。どっちが、まあ蒸し豚はうまいよ。でもかぶりつくもんじゃないわあれは。上からかぶりついたら最後脂身がすごかったけど。うわ、最後脂身がやばかった。蒸し豚と美味しさが違うよ。うん、美味しい。そばには配信してないの。どうしようかな。ニュイちゃんが考えとくっつったから。ニュイちゃんのとこ行ってきたよ。うん、優しい。配信していいよって奥にねあれしてくれたし、優しいね。美味しかったよ。そのさ、誰々嫌いだから誰々と絡むとみたいな、そのそういうの俺好きじゃないんですよ。これからすごい何やると思う。これを妻にゃんか、さきちゃんに届けに行こうじゃん。どっちがいい？両方ダメはダメ。うん、妻にゃんに届ける方がいいと思う人は1番。さきちゃんは2番。1か2番。ジャッジメントだ。1番が妻にゃん、2番がさきちゃん。あ、やっぱ2番が多いな。じゃあ、さきちゃんち行くわ。
さきちゃん家行こう。誰か部屋番してたら NG ワードで教えてよ。多分寝てると思うんだよな。でも昨日来ていいっつってたから、さきちゃん家行こう。うん、爆走捨てて。昨日と今日じゃ話が知らねえよ。いや、203じゃないな。205は俺の家だな。知らないか、部屋番まで。爆走捨ててクズだなお前って。俺あの言っとくけどね、ぶっちぎってクズだよ。ツバニャン朝比奈01だったら俺がぶっちぎってクズだからね。これはね、あのみんな把握してほしいよ。うん、俺全然負けてないからね、うん、クズ度で言ったら。こういうのがクズだよ、分かってる？みんな豚食ったわもう。あー、目がなんかチック出てきちゃった。やばい、もう首だけじゃなくて目もチック出てきたな。ストレスかな。やばい、これチック直さないと。養分凸はないな。ちょっとナイス押してよ、ナイス押せや。あー、チック出てきてるわ。目も疲れてる。じゃあちょっとタイトル変えるわ。あれ、固まったしそう。301治った。ストレスと緊張って言うよね、ググると。触っていいですか、椎茸確認させてってことでしょ。だから椎茸確認しろしろ言うからでしょ。かっこいいな、二人のアンチを背負う。確認できてない。おっぱい触っていいって言ったら、あの添い寝しようっつって、あのこう丸まって抱きついてきて、それ以上やらなかった。
キモくはない。でもツバにはムラムラしてたよ、ムラムラ、うん、足で擦ってきたからね、あそこ、うん、足で擦ってきて、さりげなくね、こう足をかぶせて上からこう下にこう擦って擦ってやってきて、あ、すいません、90キロ。なんかいろいろ喋り始めた。もうネタないのかよ。襲ってないわ。襲ってないわお前。全員と一緒にするなよ。困ってないよ女。おっぱい触らしてって言ったけど、椎茸確認のためそれだけでしょ、あと何も出てこない、うん、あと何も出てこない。京橋ってどこなの、京橋って、京橋ってどこ、大阪、あ、梅田なんだ。元カノが一人でいるらしいけど、元カノが、元カノトツもいいけど、火薬さんはいいや、エルマルちゃん会ってくれるかな嫌いでしょう、ええなこと、うん、俺エッチしないよ、絶対しない、絶対 100% しない、うん、大嫌いに。ちょ、エルマルちゃん聞いてきてよ、遊ぼうぜって。豚に豚をあげるよ、豚に、豚丸に、豚を、うん、豚丸に、とも食いにさせに行く、とも食い、腕枕したよ、108らしい、豚にお土産、エッチ断ったら機嫌、それは言い過ぎだわそれは言い過ぎだわ。それかもう一回ニュイちゃんとこ戻るか、選択肢が多いからね、もう一回ニュイちゃんとこでビール飲もうかな。でもニュイちゃん仕事5時にまで待てないわ、そこでニュイちゃんの家に上がり込んでちょっと休ませてもらうとかね、